い、皆さんどうも、橋本でございます。前回に続きまして、マーラー交響曲第5番の解説を始めていきたいと思います。今日は第5楽章4回目349小節目から496小節目までを解説していきます。最初は353小節目のアフタクトから入ります。で、ここはピチカートその後転調したところがある部分になりますが、すべてオクターブの映像になっていますので、ディビーチで分かれていただく形になります。で、注目していただきたいのは353小節目アフタクトから4小節間ですね。で、ここで5弦の音域の S が出てきます。ここは5弦の方が優先的にあの下のパートを弾いていただきたいと思います。で、転調したところは5弦の音域がなくなりますが、まあ、ここでまたあのアウトと言って戻してしまうとかえってややこしくなります。で、もうここはもう353小節目アフタクトから364小節目 X、 ここまでオクターブのディビジがなっていますので、ここも上が4弦で下が5弦という形で分かれていただきたいと思います。365小節目から4小節間のタイム伸ばしはフォルティッシモで後半ディミネンドとなっていますが、一指で弾き切ることはできませんので、2小節単位で介入してください。ディミネンドで書いているところでもダイレクトに介入していただいて構いませんので、2小節単位で介入をするようにしてください。373小節目はボーイングを説明します。まず最初はダウンから入りまして、そのままアップ、でクレッシェンド、ディミネンドありますが、もう一指で十分いける範囲になりますので、ここはアップ一指で弾いていただきたいと思います。377小節目はアップから入ります。で、次の返したところがダウンになります。チスの部分が、ここはポジションは 4-1 という形で第2第3の中間ポジションで取っていただきたいと思います。もう一度弾きますと、これはこのような形になります。389小節目からしばらくピチカートがついてきまして、でアルコに変わるのが405小節目になります。で、ここは、ダイナミクスをご覧いただきますと、ピアノからクレッシェンド、でフォルテからまたディミネートになりますので、アップから入って途中で、ね、回復していただきたいと思います。405小節目から弾きますと、まあ、2小節間弾きましたけど、ここは1小節単位で回復していただきたいと思います。その次もクレッシェンドディミネンドがありますので、アップダウンという形で介入していただきたいと思います。で、その次の409小節目はフォルティッシモの入りになりますので、ここでダウンで弾き直しを行います。ダウンで弾き直しを行って、で A のところで介入していただきたいと思います。で、それでも少しあの指が足りないというのであれば、その前の A の途中で介入していただいても構いません。この次の413小節目は、で最後はピアノ3つでダウンで終わっていただきたいと思います。続きまして442小節目からボーイングを説明していきます。まず最初はダウンアップ で、その次はアップから入って弓順となります。で、今弾きました445小節目はダウンで弾いた後、チスでもう一回ダウンで弾き直して、その次はアップから弓順、このような形になります。その次はアップから入って弓順 で450小節目はこれもアップから弓順となります。もう一度ゆっくり演奏します。ここはこのような形になります。456小節目もボーイングを説明します。ここはまず当然ダウンから入って弓順で、今弾きましたところはアップから入って弓順となります。その次もアップから入って、でタイの伸ばしがダウンを入ります。そしてその後も途中で介入していただくんですけれども、ここは最後の463小節目にクレッシェンドがありますので、ここで一人で介入します。で、次の小節のこの弦の入りが、このフォルテがダウンで弾く形になります。465小節目から3小節間のポジションは、ここは零線1本でこの8分音符のフレーズを弾いていただきたいと思います。ここに指番号で言いますと4212という形ですね。その次もこの3小節間はこのような形になります。続きまして468小節目、ここもポジションを説明します。ここはまず最初の8分音符のフレーズは弦線1本で取れる形になります。最初第1ポジションからスタートして、はい、そ
そしてその次の小節のこの F のオクターブはこの下の F をパーセンを使うようにしてください。で第5ポジションを使ってこのオクターブを必ず同じ第5ポジションで取っていただきたいと思います。470小節目のポジション、ここは親指を使う場合と使わない場合の2つのパターンを説明します。まず親指ポジションを使う場合は一番下のこの A を親指で0で取ります。で F を1で G を3で取ります。でポジションはこのまま動かしません。ゆっくり演奏しますと、この親指ポジションの場合はもうまとめて取る形になります。そして2つ目は親指ポジションを使わない場合の取り方です。でここは移動する形になります。で最初はA を2、1で取りまして、1、1と F を取りまして、ここまでを3で取ります。で、最後のこの F からの後半を2、1に取ります。もう一度ゆっくりいきますと、親指ポジションを使わない場合はこのような形で取っていただきたいと思います。475小節目からの合意がもうダウンからの弓順となります。ここはもうスラを優先してアップで弾いていただきたいと思います。その次もダウンから入って、この刻みも当然ダウンからの弓順になります。487小節目はボイディシモとなっています。当然一人で弾きることはできませんので途中で介入してください。でテンポが速ければ1回分介入していただいて十分ですが、もう少し音量が欲しいというふうにやった場合は1小節単位で介入していただいても構いません。音量が出にくいというのであれば今のように1小節単位で介入していただいても構いません。はい、今日はここまでとさせていただきます。で先ほど説明しました470小節目のポジションは初めて練習する場合はまずこの左手の形をしっかり覚えるという練習から始めていただきたいと思います。まあ、ここをしっかりしておかないとここからこのフレーズを弾くというスタートラインに立つことができませんので、まずこの左手の形をしっかり作って覚えるという練習から始めていただきたいと思います。第5楽章4回目の解説はここまでとなります。解説動画のリクエストがございましたらコメント欄にどしどしお寄せください。チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次回。